いや、チャリオ、ラジオです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、マジアチョ神器やっていきたいと思います。で、今、結構取れ落ちちゃったんですね。結構取れちゃったんですけど、ここからね、マルチぶち上げていきたいと思います。ということで、いきます。マジアチョ神器今ね、結構流行っていて、なぜかっていうとね、その、ウッドとかが結構今増えてるんですよ。その、トリトンロイとかもね、ウッドじゃないですか。で、なので、雪玉とかもね、そんなにいないので、今、インドラ無双がすごいんですよね。お、ルシアンレックスさん、この人は、確か枯渇だったかな？雪玉型の枯渇。ギャングなし枯渇みたいな感じだった気がするんだけど、よろしく。これで、プリンですね。で、プリンにはまあ、ケツマジアチ合わせて、一体アンパン、アンパイと。ん？ああ！オッケーオッケー。このダッシュ U の11ダッシュ U のでやばい、これやばい、やばいやばいやばい、雪玉当たんないし、俺最近雪玉のコントロールさ悪すぎてさ、あのギャングとか最近増えてるんですよ。その白液枯渇とか、あと枯渇とかね、メガナイトスケバルとかね、あのバルーンにも入ってるんですけど、いいや、そうしよう。なんですけど、あのね、エイムが悪いんですよね。マジで。よいしょ。オッケーオッケー。またこれ、ユニットで守り。どうすっかな。よいしょ。ラム飛ばっちゃおう。飛ばったおって感じで。まあまあまあ、これは、いいんじゃないですかね。はい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 。いいよ、マジアチョ仕事する、いいね、やれない、いいよ。で、これダッシュ入れて、はい。で、またプリンスニキが来るので、プリンスをインドラで抑えて、インドラ汚れで抑えつつ、バレル横にずらされる可能性があるので、そこら辺をね、ちゃんとしていきたいなって感じですよ。よいしょ。OK。となると、ピュッ。これ、雪だけじゃ抑えられないので、OK、定位置は？うん。一発入る。いい！ OK。これ多分ギャングの追いたきがね、来そうではあるんですよね。やっぱり、ピュッ。これさ、いつも俺こう、これいつもこうなの俺。よいしょ。もう危ない。よいしょ。これやばいな。これやばいわ。ちょっとやばい。マジでやばい。これさ、あれなんですよね。多分。OK。OK。よいしょ。暴れランバー、暴らんで、いやーきちい、マジで。これサウトローでまた蓋されんだもんな、これ。よいしょ、きたー、これは来るよ、俺の時間が来ますよと。よいしょ。でこれ先にユキがキキーウキーウキー、いやイエーイ、グッドゲーム。危ねえ、危なかった。いやー、危なかったですね。危うく持ってかれるところでした。トロフィー返せよ、つってな。俺も持ってるわ、今。300ちょいぐらい沼ってるっすかね。俺、363まで行ったんで、今、350ぐらい沼ってたんで。俺もトロフィー返せよ、と思ったんですけど。ゲネ。ゲネじゃね。ジェネラルね。ジェネラル、モエイン、みたいな。はい、とりあえずやっていきたいと思います。あ、プロプレイヤー全然違うな。ジャイってことはもう敵ですね。うーわは、やばっ、やはマジソマ、もうカウンティングっすね、こんなの。
いやマジさ、一歩折られたやんけこれで。なにそれ、ずるくねえすか今の動き。なしじゃね。マジっすか。ちょ、椅子もおにぎり言うしさ、マジ腹立つな。とりあえずアイゴレで、これ多分ガゴムレとか入ってるんですよ。あとイリポンかな、うんですね。なのでとりあえずこれをあのですね、あのジャイマジアチャ読みでジャイで蓋される可能性があるので、インダロね、うっ、回ってたわ。終わり。頼むから許して、このインドラだけは、請求。こいつだけ押さえて、とりあえずこれをね、許容していくスタイル。で、左はもうね、無視です。はい、どうも皆さん。無視ですって感じで、口風にね、無視していくと、結構効果的にね、無視ができますってことで。はい、忘れてください。とりあえず、ケツラムですね。ケツラムをして、三十種が来ますよね。これ結構終わりです、もう。はい、どうも皆さん。無視ですってなってるんで。これは、でもね、このね、ジャイの後ろにね、マジアーチャがついてるんですよ。なんで、ちゃ、ついてない。ジャイの後ろに、オッケー、めっちゃうまない？防衛うまいんじゃないの？うまいんじゃないの？待って。はい、どうも皆さん。無視です。って感じで、ちょっとね、おられちゃったんですけど。いや、三重種マジきついんだわ。おっきい呪文ねえし。いねえし、三重種とか。いねえし。俺明日じゃあ三重種の動画あげようかな。今三重種が来てるっつって。それしよう。でもファイブがね、ファイブがちょっと少ないんでね。はい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 。VI ボックス。B ボックス。とりあえず、ケツアゴからね。ケツアゴから入り、とりあえず、おい？やばくねそれ。あ、てかもうね、はい。当てます、デッキ。多分ラバクロ。もうね、端前ランバーするやつってね、そんなね、ランバーをね、雑に扱えるデッキ、ラバクロぐらいしかないんですよ。もうマジでほら。マジもうね、端前ランバーするやつ全員ラバクロ。覚えておいてください。違うしね。俺もそんな気はしてたけど。でもマジで、ファイブをトルネファイブでしょ？まだラバクロの線は捨てきれないんでね。待って、でもベビドラトルネファイブを、ゴレ！ワンチャン？ベビドラトルネファイブって言ったらゴレぐらいしかないけどね。か、ゴレ、バルキリー、あ、じゃあもう分かった。あれだ。いっちゃってるデッキだ。頭いっちゃってるデッキかもしんない。シンプルに。頭いっちゃってる系のデッキだと、結構、端前ランバーも許されるみたいなのがあるんで。よいしょ。いけいけ、残れ。来たー。これでまた、インドラでしばき上げて、トルネート5なんですよね、今相手の手札にあるのが。だからユニット、大きいカード1枚とトルネート5っていう感じでね、手札が今ね、バカ死んでると思うんですよ。バカ死んでると思うんで、こういうのとかをやって、5かな？ここは 5？ バルキちゃん。バルキちゃんが来て、これいけそうなんだよな、普通に。これ、いきます。いやー、これ、ぶち抜きマジアチャピーポーで。いいよ。いけ。よし。いいダメージ与えてる。でもう一回マジアチャ、バルーンかその顔。これさ、インドラに5しかない。さてはリセットが。でインドラ鬼キツマン。さては。トルネも使った。これでトルネが多分来るんですよ。あ、ザッパッと。変座。ここでバルキリーが来る。でもインドラが溶かす。来た。レイジ落ちる。
はい、これ出す。ラム出す。いいよ。で、トルネカーなんかが来るか、ユニットが来る。ういーバチコーン、ズズズズズズ。笑っといてね。はい、GG という感じで、まあ、そんな感じでね、いい強めのデッキになってます。もう一回いっちゃう。もう一回いっちゃう。いや、今日は逆に、今日は逆に、ここら辺でね、終わっておこうかなと思います。はい、ということでね、今日もね、ラム神器やっていったんですけど、ケンツとかもね、ラム神器やってるのでね、俺のだけではね、ちょっとね、まだ理解が足りないよーって人はね、ケンツの動画とかもね、見ていってくださいという感じでね、こんな感じで終わります。明日はね、何あげようかな。まあ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 って感じでね、考えておきます。多分ペッカか30しかどっちかですね。はい、ってな感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、今毎日投稿やってるのでね、もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで今日は終わります。バイバイ。